発見動画チャンネルの吉田達夫です。もういよいよ7月になってまいりました。だんだんとこの各地で盆踊りが開かれますが、最初の盆踊り、今日は町田市の相原地区で行われますので盆踊りに行ってみようと思います。先日予告をさせていただきましたが、今日はこの新しい浴衣を作りました。まだ今日初めてです。ちょっと正しいお店でお世話になって、原町田の又屋さんにお世話になりまして、ちょっと着付けを今正しいものでしていただいたことです。どうでしょうか。その後もちょうどこの長寿ギガから取ったデザインのものを使わせていただいております。ちょっと自分で締めた時にはよかったんで、今もう一度締めてもらいました。こういう小物も用意しまして、ちょっと小銭と携帯カメラを入れました。手ぬぐいは中に入れております。ここはまではだけないようにということなので、ちょっとしまい込んで大体こう回ってみると、身長176センチ、もう60歳を越しましたので、そしたら5ミリぐらい短くなっているかもしれません。そういうことで今日は新しい曲、この龍馬の歌と七福神の歌を合わせた踊りをやってみたいと思います。よろしくお願いいたします。終わります。